はい、ということで2021年2月18日英語モタリ体制イベント京都始まりまして、祇園精舎の声ということで、あのパシリとイーネちゃんのガチャをとりあえずあの紹介したかったんですけど、私らしくね、いつも通りやっぱりあの音声さっき取り忘れて一人で勝手に喋っとって、あの映像だけで終わっちゃったんで、もう一回やります。あの性能見ちゃったらごめんなさいということで、パシリは私見た目の通りあの火の予想で、イーネちゃんが水の予想で、ガチャで終わったとこは行こうと思ったんですけど、まああのね、音声が取れてなかったんで行きましょうということで、とりあえずストアカードじゃない、ストアカードじゃない、カードコレクション見ましょうということで、はい、うん、違ったね、火じゃなかったね、水だったね、いいねちゃんはそのまま見たの水だったね、あのパシリだけ見ちゃったんですよ、まあ、とりあえず行きましょう、白地やらしいですけど、ドンということで、あー、まあ、見ちゃったけど、強いよな、普通に。イベホコミならちょっとキッチな数字だけど、でもなしでも6800だよね、水の6800って結構貴重な体力じゃないですか、3400、まあバランス的にはあれだよね。だスキルがちょっとあれだね、ちょっとこれさっきも何音声ないとこの動画の中で喋っとったんですけど、 150% アタックの風だから、これちょっと計算してみたいよなと思って、一応ガリソ対策にはもうあれだよね、イベ中はとりあえずこれで対策できるよね、普通に入るから。風に2ターン 150% それのちょっとその計算で楽器どんなもんなのかなと思って、イベホ入りゃそれあれだな、まあ、使ってみた方が早いって言いますけど、結構強いんじゃないかな、これなんか。ちょっとガリソ環境変わるんじゃないですか、これ。かなり。2枠でこれ使えるってことは3400でしょ、とりあえず。イベホがなくなっても3400なままあれなの。打てんけど打たないもんね。仕事はできるよね、かなりね。うん。ということで、こっちはまだ見てないです。うん。まあ見た目水通り、そのまま。パシリ絶対火だと思ってたんですよね、私。行きましょう、ドンってことで。無難っぽい数字。コスト41の3700の4700はでも火力寄りなんだ。そうか、最終日使えるってところ、どっち使うか、パシリ使うかこれ使うか、使えるのはパシリだろうな。でこれがゆるスキルが強いんじゃない、これ 60%どう、これニューの上位互換的な感じっていうイメージでいい、とりあえずそういうこと 60%、 ちょっとこれも計算してないだけあれですけど、イベホあるうちはめんどくさいんで3700でしょう、で5500の 60% ってこと、あー結構水、なんでこんな水そんな接待されてんの、なんか水からバイオルもらったのこれ、強いんじゃない普通に、だけどこれ両方ともこの前のあのありましたが、どこだった、フィンランドか、水中メガネかけたやつ、コスト28 の、 あのウーマンと水島の真ん中ぐらいのやつ、あれな感じでこれも多分使い分けできるんじゃないですか、コスト重い時とかちょっと低い時とかも無理やり突っ込んじゃってとかっていうのもね、センスじゃないけどそこら辺生きるとこじゃないですか、まあ、とりあえずこんな感じでストーリーの方は私で見とくでございます。あの今7時10分でございまして、まあ、とりあえずそんな感じで使っててもこれあれだよね、強いでいいんじゃないですか、まあ、そんな感じでございましたというストーリーの方はあと私で見とくでございます。あのちょっと時間長くなるので、ね、そんな感じでございましたということで、あ一応最後ここ出しとくか、こんな感じで6800の3400の、うん、まあ強いんじゃないかなってことね、うん、イベホハゲても使い道はちょっとこれ計算したいね、詳しく、うんうん、そこですね、そこですね、これは完全使い分けできるんじゃないですか、絶対あるならまあ1体持っときゃね、ネギでとつれば使えねますから、そういうことでございましたということで、はいということで、そんな感じ終わり。